客さん、どうです？いらっしゃいませ。ねえねえ、桐生さんって好きになった相手には自分からガンガン押していくタイプですか？またまた、そんなクールぶっちゃって。でも桐生さん渋いから受けでもいいのかも。女の子の方から自然と寄ってきそうですし。おいおい、じゃあ例えばの話で、超タイプの女の子が目の前にいたら自分から声をかけますか？ああ、さすが桐生さん。そんな直球で攻められたら女の子の心絶対揺らいじゃいますよ。私はそっち、玉砕するのが怖くて絶対自分からはいけないの。だから素振りだけ見せて気づいてくれるかなって待ってるんだけど、これがなかなか成功率低くて。ですよね。だからそのギリギリのラインで誘ってるんですけど、当然気づいてくれるはずもなく。はあ、どうしたらいいのかな。ひょっとして？え、いや気になるってほどじゃないんですけど、ちょっとありかもって思っただけで。そうだな。そう思います？ああ。そっか。じゃあもうちょっとだけ勇気出して攻めてみようかな。キャバってお給料いいじゃないですか。可愛い女の子と一緒にいられる上にこんなにもらえるなんて、ほんと天国ですよ。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと、もう他のバイトには戻れないかも。今のうちにできるだけ稼いでしっかり貯金しとかないとな。やっぱりカメラ買ってる場合じゃないよね。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある感じがちょっと大人って感じ。でもなかなかお金がたまらなくて全然買えないんですよね。ん？それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使っちゃったり、レンタルの延滞料金が気にならなくなったりとか。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。
得してるのかな。そうだな。あー確かに歩かなくなってからちょっと体が楽になりましたし、深夜に慌てて返却に行くこともなくなりました。どうだ、そっか、キリュウさんいいこと言いますね。それじゃあこれからもお金があるときはじゃんじゃん使っていこうかな。それにお金が苦しくなってきたらきっとキリュウさんが助けてくれるだろうし。おいおい、女の子同士でおしゃべりしてるとご飯屋さんの話題が多いんですよ。おお。で、おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて、それはそれでいいんですけど、たまには私の方からお店を紹介したいんですよね。なんだ？そうなのかな。美味しいお店一つ知ってたらそれで十分っていうか、わざわざ他のお店に行く理由がないと思うんです。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって、いつまで経ってもレパートリーが増えないんですよね。そうだな。とはいえそういう失敗も含めて、いろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ、男の人ってホットラーメンが好きですよね。スープの味がなんとか系って言われても何のことかちんぷんかんぷんです。そうだな。それいいかも。店に入るのに勇気がいるってだけで食べたいって思ってる子は結構いるんですよね。本当ですか？実は行ってみたいお店があるんですよ。キリュウさんが一緒なら私も安心して入れます。ありがとうございます。キリュウさん、
おい。何？
うん。